こんにちは今日はえ「嘘はダメというお話をします。え嘘とは何かえ自分の心を偽ることを嘘と言いますえ。自分が嘘をついて相手を騙すというのも嘘になりますがこれから一番してはいけないことは自分自身に嘘をつくことです。例えば 自分は年齢29歳なのに24歳って言ってみたとか、実は50なのに42、歳だって言ってみたとかね、サバを読むとかね、こういうのは良、えー、くない行為に入ります。年齢を偽る必要はないんですが、逆に年齢を、えっ、ー、と、あえて公表する必要もないんですよ。 あの年に関係なく能力によってこれからいろんなことが評価されていくので若いからいいとか年いったからいいとかいうことではありませんで年で判断する人も未熟な人ですよね相手がどんな人かどんな能力を持っているのか自分とねどんな関わりを持つのかという関係ではなく単純で年齢で切ってしまうというのは非常に可能性を えー、可能性を潰してしまうということを分かってほしいと思います。で、嘘をつかなければい、えー、られない場所っていうのは苦労しか引き寄せません。例えば、学歴記者賞、写真賞なんてね、あの記事がちょっとパラッと見えましたが、自分のガキガキ嘘をついてね、入る会社っていうのは、 絶対に後で大きなミスを誘います。えー、学歴を偽ったということをばらされるような事件が起こるんですよ。これからね、私たちを今見ているあの見えない存在が嘘を暴いていきます。えっと、いろんなところで今嘘を暴かれてると思うんですね。どん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 暴かれてますよね。だから、これって 大きな組織に限らないんですよ。えっ、ー、と、お金持ちの人たちがね、こんなことしてたの、あんなことしてたのってね、ばらされて大騒ぎになった何年か前にありましたね。ここから始まって、えー、嘘っていうのは、全部明かされていく、解き明かされていく方向に進んでいます。だから、今現在嘘をついて付き合ってる、とか、 あの、嘘をついて仕事しているとか、嘘をついて何かをしている方がいらっしゃるんだったら、早くすみませんと謝って、本当のことを言った方がいいです。で、あくまで能力というのは、嘘とは真逆なところにあります。嘘をつかず、素直に自分の能力を発揮したときに、あの、力が出るものです。 なぜかというと、嘘をついているという人を騙している。相手を騙しているという意識が自分の能力を下げてしまうんですね。で、本来来来るべき必要なものやこと。 人であったりとか、環境であったりとか、情報であったりとか、知恵であったりとか、あと物ですよね。物質的なものであったりとか、こういうものを受けられなくなってしまうんですね。体、体をペイって呼ぶんですが、あの、体と呼んでしまうと、本当に肉体、筋肉とかね、あの、内臓とかいうことになってしまうんで、ではなく、自分の魂を覆い、か、包むもの、包んでいるものですね。 ペイに傷が入ってしまって、嘘をつくとね、ここから必要なものがどんどん漏れていってしまいます。で、自分にとって大事なものが特に漏れていきますね。えー、大事なものっていうのは、えー、大事なものを失うことによって苦しむじゃないですか。この大事なものを失うことによって苦しむっていうところに、えー、集約してしまいます。だから、例えば、軽い気持ちでね、 嘘をついてしまったって一番怖いんですよ。後でこんなことになると思わなかったっていうことが待ってますから、まず、例えば付き合ってる相手の人に年を誤魔化して、えー、付き合い始めたとかね、これ問題ありますよね。結婚しましょうって言った時に、じゃあ何歳ですかどういう仕事ですかって言った時に、本当のことを言わなければならなくなる。ねまして戸籍を見たら即座に分かりますよね。 住民票は見なかったとしても戸籍は見るだろうからね。まあよく聞きます。あの嘘ついてどうするんだみたいな。10ぐらい嘘ついちゃったらどうするんだっていうね、こともあるので、とにかく嘘はあの最悪のケースしか招きません。えー、ここまで話してきて、例えば整形やなんかはどうですかっていうのがちょっと聞こえてきました。整形は自分で あの整形してますということをちゃんとね伝えるべき人に伝えるんだったら問題ないんですよ。内緒でごまかすとあのまあ中には言いますよね生まれてきた赤ちゃんで分かってしまうとかね親御さん見たらあまりにも顔が違うんで分かってしまうとかあるのでやっぱり大切な人には嘘をつくのはやめましょう。 であえてあの整形したりとかねいろいろこうまあ前も話しましたけどネットで、えー、40代の人が20代にこう変身してしまうっていうねメイクで、えー、特殊でもないんでしょうけど普通にメイクしただけでも若返ってしまうように見えるこれはそんじゃ嘘じゃないのかって言ったら本人がちゃんとねあの私はそのおあなたが感じるよりも年は 若くないですよということが言えれば問題がないわけですよね。相手が勘違いしてからいけないのよっていうのはこれはダメだと思います。あくまで相手のその誠実な行為に対してどう誠実に答えるのか、嘘がないところで答えるのかということを考えてください。で、嘘をつかなくてもちゃんと評価されます。あえて嘘をつく必要はありません。えどん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  能力が評価されるといいう時代になっていきます例えばあのメイクが上手でねあのすごく若返ってしまう人なんかはメイクを教える仕事をするんでしょうし、えー、学歴をね偽らなくても教える力がある人という人はあえて高学歴でなくてもあの教える業界では重宝されるわけです。で自分と同じ えー、能力を持った人、例えば、あの、物を教えるっていうところで数学なら数学ですね。数学の先生同士が、片方はあの学歴が高くて、片方は、あの、その人ほどじゃない。つった場合、どういう評価になりますかっていうふうに考えがちなんですが、ではなく、私はこういうことが、 教えられます。こういう生徒に対してこういうあのアプローチができますというねきちんと自分の能力を相手に伝えることができればその伝えられたことによって人は、えー、お願いしますと頼ってきますだから嘘をつかずに、えー、と自分を表現することこそ今トライすることです、えー じゃあ、この動画を聞いて何をしたらいいかというと、自分がついてる嘘があるかどうかね、まず考えてください。えー、嘘なんかついてないよって言うんだったらいいんですよ。あ、嘘をつくと怖いことが起こるんだな、程度で思っていただければ十分です。今日はここまで。またね